はいどうもパチオです。今日なんですけどね、風がだいぶ強くなってきたんで風入っちゃうかもしれないですけど、このまま撮影します。実はね、1回撮影したんですけど風が強くてね、これは聞きづらいなということで2回目の撮影になってますけどね。今日の話題なんですけど、実はね、とある方へのメッセージになってます。まあ、と同時に普遍的な話なんで、まあ皆さんにね、聞いていただければいいなと思います。まあ簡単に言うとね、開き直れなんですけど、とあるね、方がね、YouTube のチャンネル登録者の減少に悩まれているという、結構病んでたんで、それに対するメッセージ動画になりますね。その人はね、V さんなんですけど、なんかだいぶ病んでたんで、もういいね、しゃあないじゃんっていう、で、そんな話をしようと思います。僕なんですけどね、そんなことを言っていいのかぐらいの登録者数じゃないですか。580人という。580人から578人に減りました。という人間です。今 YouTube 始めてね、5年目になりました。でね、それまで仕事をしてたんですけど、8月の31日付で、前まで勤めていた会社を辞めまして、現在は無職です。そんな僕なんですけど、ね、まあ、どうしたら、チャンネル登録者を増やせるかとかいう動画を出せるわけがありません。動画何百本出してるのに、チャンネル登録者数は、全然増えてないという現状で、そんなアドバイス動画を出せるほど、僕もね、頭悪くないですからまあなんですけど、ここではね、ちょっとその気の持ち方という話をしていきたいと思います。まあ基本的にね、YouTube ってね、チャンネル登録者って、まあやればやるほど増えていくのが普通なんです。なんですけどね、急な路線変更とかで、チャンネル登録者数が増えないという可能性はね、結構あるんですよ。僕なんかだとね、いろいろ雑食系の動画なんですね。まあゲームもしますし、で旅の動画とかも出しますしね。で基本的に旅の動画って伸びないんですよ。で例えば時事ネタっぽいことを喋ったとして、それでちょこっと伸びたとして、それ以降にね、ちょっと別の動画話をすればね、それで、チャンネル登録者数は減りますそういう感じでね、雑食系の厳しいところってね、そういう風にね、これでは伸びるんだけどこれでは伸びない、まあ要するにこの人の動画だったら全部一応見ようかなっていうタイプの人がいないと、数字ってね、全部が全部安定して伸びないんですよ。当たり前ですよね。ね、バラエティ見に来たらスポーツやってたってなったらチャンネル変えますよね。ね、ドラマ見に来たのに国会中継やってたよ、チャンネル変えますよね。当たり前ですよ。まあそういう風なんでね、なかなか、うまいこといきません。まあ最近はね、こうやって1日1回外に出て、おしゃべりして、それで動画撮影を終えて帰ってくるみたいな生活をしてますけど、ね、チャンネル登録者数ってね、基本的にね、伸びます。僕ですら伸びます。皆さんね、見ていただければわかると思いますけど、僕の動画はね、YouTube に上げられている動画の中でもクオリティが最低限に位置すると思います。まあ、サムネはね、自撮りに文字書いただけ、動画は一切編集なしの、このまま喋って、それをそのまま上げるという、非常にクオリティの低い仕様になってます。でもね、それでも、僕のことをね、いいと思って登録して、動画を見てくれる人がいます。これ非常にありがたい話なんですね。まずね、そういう数字じゃなくて、今見てくれている人ちゃんと見ましょうねっていうことを僕は言いたいです。やっぱりね、数字に引っ張られるんですよ。で僕もね、まあ、僕の場合、どんだけ減っても最高増えた人数から 10% 以上下がることはないです。今まで下がったことないです。なんですけど、
まあ、例えばその最高の時から、まあね、増えもせずちょこちょこっと人が下がって5人減りましたっていう時に、なんか悪いかなって、いや悪いとこだらけなんだけど、やっぱそういう風に思うんですよ。いつもと変わらないのにって、いや変わらないからダメなんじゃないのっていう風に、やっぱいろいろ考えるんですけど、なんですけど、それでも見に来てくれてる人いるでしょ。でいつもさ動画にコメントしてくれてる人いるでしょ。やっぱそういう人たちをねちょっと考えるんですよ。でそのだけどこの路線は失敗だから、全部切り替えるもういいかもしれませんけど、今一歩踏みとどまってみませんっていうことをね僕は言いたいです。だってさ、クオリティの高い動画をさ作れって言われたってさ作れないでしょ。僕もそうなんですけど、例えば10日間休み上げるからプロ並みの動画を作ってくださいって言われて作れる人いる？この動画見てる人でそれ作れる人いるんだったらやってください。チャンネル登録者数十万人のチャンネルになれますから、10日間でできるんだったらね、一月に1本でもそれできるんだったらいいですよ。もうなんかね突然ね、なんかプロ並みのクオリティの YouTuber が突然現れるっていうこと過去に何回もありますから、なんかそれでね、それまでなんか何の変哲もないゲーム実況動画を上げてたのに、すげえ大手 YouTuber になったりすることとかもありますからね。まあそういうとこ、のもあるんで、できるんだったらやってください。でもできない人ばっかでしょ。僕もね、やってくれって言われたってできません。僕ね、まあこの顔見てもらえればわかると思うんですけど、クオリティのくの字もないですよね。僕の名前を見てもクオリティのくの字もないんですけど、よう考えたらクオリティの文字が一個も入ってねえな。なんか、ね、そういうとこありますから、ね、まあどいつもこいつもクオリティの高い動画を上げろって無理なんですよ。よくね僕 YouTube のね、こうやったら登録者伸びますよっていうね、講座的な動画とか、まあ VTuber のそういう講座的な動画とかをよく見るんですよ。もう好きでね、そういうなんか悩んでる人をなんか解決する、でもそういう人たちが言ってんのってクオリティを上げること、やらなきゃいけないことをちゃんとやることを求めるんですよ。で それをやったとて、ちゃんと報われるのはクオリティの高い人たちなんですよ。当然その同じようなラインに立ってよう挑んだったらクオリティの高い人がどんどん抜けていくんですよ。でそいつらに追いつくために頑張ろうとしたって追いつけないし、なんなら後ろから来て後ろからまたよう挑んって声が聞こえて、そのクオリティの高いやつらにどん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 抜かれていくんですよ。まあ、これ当たり前のことでね、仕方ないんですよ。でその仕方ないっていうことをまず自覚しなきゃいけないし、でそのでそんな中でじゃあどうやって伸ばすかなんて俺分かるわけねえじゃん。俺チャンネル登録者580人だし、で俺はそんな中でもう数あち当たるというか、当たってないけどとにかく打てみたいな、そんな感じで毎日1日1本以上動画を上げるっていう感じで、ここ1年間ぐらい、ここ数年間はね、毎日動画を上げてます。まあちょっとね仕事を辞めた時に1週間ぐらい動画をお休みしてたんですけど、1週間も動画休んでないな、そのぐらいは休んでるんですけど、それ以外の時に動画を上げてないことって多分年間に1回か2回とかそのぐらいだと思うんですよね。なんなら僕は得意ジャンルが数打つなんですよ。ネタを考えて、だから今日1日でネタ5個考えて5個動画上げなさいって言われたら別にできるんですよ。これも今撮影場所、これ自転車でね結構かかるとこまで来たんですけど、そこに移動するまでの間に考えました。で一遍喋ってみて風が強いからって移動してる間にちょっと風の当たらんとこにしようって移動してる間に、もう一個考えたというか、ちょっとバージョンアップバージョンということで今喋ってるわけですね。テイク2です、簡単に言えば。ということでね、僕は得意なところがここなんです。だから皆さんもね、得意ジャンルっていろいろあると思うんですよ。まあ全く得意がない人もいると思うんですけど、全く得意がない人は得意じゃないことをさらけ出しゃいいんですよ。
何もね、みんながみんなあのチヤホヤされる必要性はないんですよ。あのダメだなって、でもそのダメなところを愛してくれる人はきっといるから、ね、世の中にね、あの全く必要とされない人間なんて多分いねえと思うわ。いるのかな、あの申し訳ないんだけど、あのいたら申し訳ないんだけど、まあ、それでもね、あのダメだなって言いながら愛してくれる人はねいっぱいいると思うんで、そういう路線で行けばいいんじゃないかなと思います。まあ俺はね、俺で、こういう感じでずっと喋ってるだけで、見てくれてる人たちがすげえいるんで、本当非常に、めちゃめちゃ助かってる。だからやる気も出るしね。もうこれがね、やっぱりね、今僕、だいたい毎回動画、今ね、一月後に見れば、だいたい視聴回数100は超えてる感じになってるんで、でそれがね、やっぱり視聴回数10とかになったらね、萎えると思うし、5年やってこれかーっていう感じになってね、ちょっと傷つくとは思うんですよ。だけどね、考えてみてくださいよ。チャンネル登録者580人なのに、視聴回数100ってことは、まあ、登録してる人の2割しか見てくれてないんですよ。ライブ放送の同説がーとかいう話だったら、もっと難しいはずですよ。だからそういうことを考えると、もう本当に1人2人の視聴者が増えるって、ものすごい大変なことだと思うんですよね。まあ、ちょっとね、この、ね、白くボケちゃってるのね、動画的に申し訳ないんだけど、これでやるか。ちょっとね、手が大変だけどね。ということでね、僕はね、まあ、数字が取れなくて悩んでる方とかいっぱいいるとは思うんですけど、もうそんなこと考えるなって、とりあえずお前はお前のできることやれよっていうね、そういうことをね僕は言いたいです。ね、チャンネル登録者の増やし方なんて分かるんだったら俺が教えてほしいわってね。で、教えられたところで俺にはできねえよなんだから。いやーね、できりゃやるよ本当に。申し訳ない。だから応援してくれる人には申し訳ないんだけど、バッチバチのプロ動画はね、やっぱ無理だから。だから、開き直りも込めて。だから、今ね、病んでる人には、本当に開き直ってほしいなっていう。まあ僕はね、とある人物にかけてこれを呼びかけてるんだけど、まあその人はね、僕のことを知らないんですよ。で、だからね、知らないんだけど、万人一つぐらい、これ見てくれないかなとかいうね、そんなことを思いながら、僕の今日の動画を締めたいと思います。はい、じゃあ、今日は終わりにします。はい、以上、パチョでした。バイバイ。